はい、今回はですね、ちょっと前回言い忘れちゃったというか、分かりにくかったところ、あとはコメントでいただいた質問などをね、やっていきたいと思います。で、まずはパワーベイなんですけどね、パワーベイ非常にこう、やっぱスイッチ用ということもあって注目度は高いと思いますね。まあ、そしてこのゲームボーイミニのようなあのデザインもまた魅力的なんですが、ちょっと説明不足だったのが、ここは多分大丈夫だったと思いますけど、この前の部分ですね、ここは特に質問はなかったと思います。で、あとスイッチライトが使えるのかということもコメントにありましたんで、それは後ほどやってみたいと思います。あとは Bluetooth とね、ターボ機能も、これはまた別の動画にしたいと思います。ここですね、さっと飛ばしちゃったんですが、まあ左右にあるのはね、 GC ポート、 GC コンのね、コントローラーポートなんですが、中央は何かということだったんですが、中央はまあ USB ポートが2基あるものです。まあそこをちょっとね、分かりづらいというか説明し忘れました。まあ USB ポートといえば、まあキーボードとか、あとは有線 LAN のね、拡張周辺機器を使ったりとかします。あとはコントローラーですかね。もう一点質問があったのは、このね、 GC コン接続タップを使った時振動しますかということだったんですが、まあ中央のね、 USB のコネクタに2本のこの GC コン接続タップから来ているUSB のね、コネクタをちゃんと2本挿していれば、このようにね、振動しています。わかるかな。ブルブルっと震えていますね。ちゃんと振動します。さあ問題のですね、ライトですね。ライト、まあ基本的には動くんじゃないかなと予想はできます。ちょっとね、あのカバーがしっかり開いてないな、この人。カバーをしっかり開けないと刺さらないよと。ではプスッと、まあ簡単にね、刺さって認識というんでしょうか、パワーベイの方に電力が流れていっちゃってますね。では充電というか電源ですね、電源を挿してみます。そうすると充電モードになりました。ですので、まあ充電も問題なくできていますね。ちょっと深夜だったんでね、色合いがなんか変になってますね。黄ばんで見えますけども。で、当然プロコンもね、反応します。まあこの辺はパワーベイの影響というか、単にプロコンがスイッチにつながってるだけというだけなんですがね。まあスイッチライトの方もこのような使い方ができます。まあ携帯モードでね、使うのがライトの特徴なんで、まあ、このような使い方をするかは分かんないんですが、まあ、スイッチライトを購入した方でも、まあ、スタンドに立ててね、携帯モードではなくてテーブルモードのようにプレイする場合もありますんで、こういった方法でね、あの GC コンのね、ポートを拡張したりとか USB ポートを増やしたりとか、まあ、可能だということになります。今度は HDMI ケーブルですね。まあモニターの方につながってるやつなんですが、プスッと挿すとスイッチではね、ちゃんとモニターに映るんですが、切り替わりませんね。まあ当然その機能はカットされちゃっていますんで、出ないのが普通なんでね、まあ正しい動作だと思います。まあこんな感じでモニターの方に出てきません。まあスイッチライトのまあ仕様です。
次はですね、まあせっかくなんで GC コンをね接続してみたいと思います。ちょっとスイッチライトに入ってるソフトがあんまり少ない関係上、ちょっと不思議な感じのソフトを起動させていますけども、結構ねこれ面白いんですよねあまりにマイナーなんでしょうか。いやこれ確かね北米の任天堂のなんだかな e-power じゃない任天堂 e ショップだったか e ショップで見つけてね体験版ダウンロードして面白かったんで、そしたら日本のやつ見たら日本にもあってね、あのまずカード版を買ってしまい安かったんで、そしたらまた今もやってんのかな、ダウンロード版が半額です。まあいいやじゃあ GC コンですね。 GC コン、まあこのようにプスッと刺すと認識するかな。ポチッとまずコントローラーのアイコンを押して、今はねプロコンが認識しちゃってますが LR を押すことでどうかな。えい、あっさり来ましたね、ここ。うん、動くと思います。動きますね、ちゃんと。まあ、こんな感じでねスイッチライトでも GC コンをあっさりと認識してね、まあパワーベイで使うことができます。まあ意外とスイッチライトユーザーも多いと思いますんでね、まあ、特にこうやって2人とかで対戦するときも、まあ、使うことができると思います。なんだかんだ言ってこう GC コンがねダイレクトにつながるっていうのは、思った以上にいいなというのがあります、まあ、特に GC コンをねこよなく愛して使ってる方は特にいい感じがしますね。まあ、スイッチライトでは不可能ですけども、テレビにね映し出すこともできますんで、そして真ん中の USB ポートを使えばなんと6個の GC コンがつながってしまうという、なんとも嬉しいといった感じがします。なんかこれ久しぶりで楽しい。なんかね、野球バットにボール当てて敵にぶち当てるというね、なんとも大味なんですけど、いろいろとね、角度変えられたりとか、こういったなんかおまけの要素もあって、アイテムかな。結構吹き飛ばして気持ちいいみたいなゲームになってます。まあ結構どうかな、やったことある人いるかな。ではまた。